6月9日土曜日午後10時30分を回りました。四五頻後の夜第463回、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、今日は土曜日で、本来であれば、駅前パソコン教室を行う予定だったんですけど、お昼から、会議があるということで、パソコン教室をお休みしたんですが、はっきり言ってね、行かなければよかったなという会議でした。パソコン教室をやった方がまだなんぼかマシだなということでしたね。僕は陰でぐちぐちぐだぐだ言うのは嫌なんで、こんな放送で、ズバッとお話をしとかないと、今後のために良くないんだろうなと思っているところなんですがね。なんだろうなということですね。今回僕はメディアではなく一個人として参加しますので、どうぞよろしくお願いしますと、その思いを、皆さんにお話ししていただければいいですよと主催者は言っておきながら、蓋を開けたらなんだということだったんで、その後、その話は後でおいおいとお話をしたいと思いますけど、一人街頭照明活動、今日で4日目。今日はね、土曜日なんで、いつもより張り切って早めに会場に向かいました。なぜかというと、土曜日はね、あちこちの市内の団体が、同じ場所で、街頭の活動を行うんでね。で、もしかすると今日どっか団体と一緒になるのかなと思って楽しみにしておりました。普通お昼の1時ぐらいから行うのが普通で、僕はもう12時から行っていたんでね、1時間ほど、時差があったんですけど、今日は会議があるということで、1時半まで、いました。今日はね、天気もよく、ちょっと人の通りも多かったんですね。いつもよりも声を張り上げたんで、その喉が痛いんですけれど、よかったです。通行された町の方がね、自分から進んでお証明するわというふうに、年配の方が何人か、3人くらいかな、じゃあ証明していいでしょうかっていうような方で、ありがとうございますということで頭下げました。またFacebook というか校庭駅の際に、いろいろとお世話になった、呉服屋の若旦那が、分かったんですよ。横断歩道の向こうから、着物を着た男性が歩いてくるな、若旦那かなと思って様子見ていたら、案の定彼がやってきて、家族分、ご証明いただきました。少しの間お話をしたんですけど、ありがとうございました。するとね、若い学生さん、カップルかな、僕の話をする前を一回スーッと通り過ぎて、で信号の前で、止まって、信号待ちをしてましたけど、話をしていて、お互いが、で顔を見て、くるっと翻って僕の方に来て、証明していいでしょうかということで、証明していただきました。嬉しかったですね。ちょっと続けて、まだ4日目なんですけれど、反応が出てきた。やはり土曜日なんで、そういった、反応があったんだろうなということなんで、よし、明日も頑張ろうと思ったんですが、明日はね、時間がね、厳しいんですよ。っていうのは、これ言っていいですよね。新聞にも書いてあったんで、当事者であります、駅前商店街振興組合の方で、ミニボートピアの施工を行う佐賀の新賀商工という会社をね、お呼びして、そのミニボートピアの概略の説明会を行うということになっておりまして、僕は理事長直々に、大谷さん、ビデオ記録をお願いしますと、つきましては、
どんなミニボートピアができるのかということをしっかりと撮影していただいて、それを YouTube で流してほしいと、どん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 ね、情報を公開していかないといけないと、一部の人間だけで動いていくということは非常に良くないということで、一応理事長の許可を得たんで、堂々とビデオカメラを持って、説明会にお邪魔します。他にもね、民放さんが一社入るということを聞いております。新聞関係は聞いてないんですけれど、やっとね、テレビがね、一社、明日の説明会の様子を取材をするということで、動きが出てきたのかなという感じではありますんでね、その説明会が午後1時からあるんですね。で、僕はそこの街頭署名の活動の場所は、12時から午後0時から借りているんで、どう見積もっても30分ぐらいしか街頭に立てないなと思ってるんですね。30分中途半端な時間ですし、ね、明日はね、そのビデオカメラとか三脚とか持っていかないといけないし、あといつも使っている大きなバッグに、チラシとか、詰めてるんでね、どうやって荷物運ぼうか。もう天気の日はチャリンコで行ってるんで、車がなかなか置きにくいんでね、駐車場までどうしようかっていうのもあるんでね、30分でも時間があれば街頭に立ちたいなということで、その他の荷物をね、早めに駅前商店街の方に運んでおいて、それで、街頭署名活動に移動するかということも考えて、なるべくね、継続して毎日立ちたいし、30分の時間でもビラ配りはできますし、署名をいただくこともできるのかなと思いますんでね、そのあたりちょっと考えたいなと思っているところでございます。その後、今日ですね、1時半から、東日本大震災、その後の福島第一原発の事故で、関東東北の方から明暦の方に引っ越してきた方々、避難してきた方々と地元明暦の方々で、どういった支援ができるのか、これはもともとはね、震災がれき受け入れの賛成反対、反対の方で動いていたんですけど、賛成反対という考えではなくて、何ができるのか、どんな支援ができるのか、前向きに考えていこうということで、開催された第1回目の会議だったんですが、非常に運営がまずいですね。なんでって言ってることとやってることがちぐはぐで、僕は初めからメディアで行かないよ、他にメディアが来るんであれば僕もね、一ボランティアとして東北にも行ったし、いろんな、支援活動も行ってるんで、一個人として、の意見も言うよ、参加するよということで、いいですよということでね、わざわざパソコン教室をお休みして参加したんですが、時間配分まずいですね。会議慣れしていないということもあるかと思うんですけれど、今日全員の方が、発言したんですね。当然僕も順番で発言できるだろうなと思ったんですけど、発言途中で大谷さんもういいよ、もういいって、もう発言するなというような催促が後ろの方から聞こえてきたんですね、主催者側から。なんでって思ったんですが、思いを伝えてくださいって言ってる割に、もう話をするなと、もういいと、やめてくれっていうような主催者側から手茶が入ったんですね。で、その次の方が市議会議員。市議会議員とか、政治家とか、そういった連中にはどん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 長い時間でも話をしていて、他の方々もね、主催者側から、もう時間がないからやめてくれっていうような催促は一切なかった。僕だけ。なんだろうということなんですね。なんで俺だけそんなこと言われなきゃいけないのっていうことは、
僕が話が長かったので会の時間を引き延ばしたという原因を作ったんだなということになりますけど、他の方もね結構長く話をしてましたよ。皆さんいろんな思いがあるからね、思いを伝えたいということで来ている場所なのに、なんで俺だけそんな風にして発言を遮られないといけないのかと、非常にね不信感、運営側の主催者側への対する運営のまずさを感じましたね。もういいかと、その主催者側も後で言ったことがですね、支援の押し売りはしてほしくねえと、何言ってお前らはってと思いましたよはっきり言って、うん、支援のどんな支援があるんですかと出してくれって言っておきながら、支援の押し売りはしてほしくないと、どんなこと、どんな意味っていうふうに思って黙って聞いていたんですが、なんだろうな、こちら側が、親身になって考えていることをあれこれ提案したんだけれど、僕から聞いたその状況の話では、そういったことは支援してほしいと思ってねえよというようなことだろうな、というふうに解釈したんですね。これは僕の考えだけではなくて、日向市の子ども落語実行委員会の中で話し合って、東日本大震災、福島第一原発事故で避難されている方々に対してね、何かできないかったら、目先ってあんまり娯楽とかいろんなものがないし、まあ、心から、笑えるようなことってあるのかなということでね、子ども落語をご招待をしようということで、どんなふうなご招待の方法ができるのかということを考えていたんですけど、なんだろう、日向市、遠いわね、行けない、行かない、のことを平気でおっしゃるんで、はっと思ったんですけど、そんなこと言われたら、でも招待するのやめようかってなりますよね。わかりましたって言えばいいんだけれど、僕だから心を許して話したのかなと思ったんですけど、いや僕は実行委員会の代理として話をしたわけではあって、それ、日向してやるんですよね。遠いわね。あ、そう。遠くからも来るな、と思いましたけどね。だから、なんていうか、お互いの心、気持ち、支援したい、支援を受けたいというマッチング、マッチングって言葉が出てきてましたけど、ほとんどがね、農業関係。農作物、安全安心なものを作って食べたい、送りたいのがもうほとんど割合、あと就労支援ですかね。そんな田舎でね、会社を作ってね、池田会社を作ってね、そこで雇用を創出しようっていうのはできないですよ。普通の人間でさえなかなか仕事がないのに、また避難してきた方々のために会社を作ろうというと、これ逆に不満が出ますよ。一般の失業者から。なんで自分とこの宮崎県の失業者のための会社を作らないで、なんで県外からやってきた連中の会社を作るんだ。うん、出ると思いますね。いろんななんか、もっと広がりを持っていかないと、これでいいのかっていうことがいっぱいあります。僕の場合には、娯楽、子供の落語を通して、心の安定感というかね、まあ、いろんな地域の方々との触れ合いを通して、まあ、人間のあったかさに触れてもらう。で、落語を通して人間の心の機微に触れてもらいたい。で、同じその子供さんがいるんであれば、子供さん同士の交流を通してね、本当仲間を増やしてほしいという思いもあったんですけど、なんかね、日向市、あ、遠いね、行けないわっていう言葉で、全部、バンっても吹っ飛びました。まあ、そのことは、日向市の実行委員会にはお話をしてませんけれど、なんか俺がね、いつもね、バカ見てるんですよ。この前の件に関しても。なんで俺がバカを見なきゃいけないの？何があったかというと、日向市の実行委員会も悪く言うわけではないですけど、悪く言いますよ。変えて、改善してほしいから。宮崎で、プレイベントを行う。以前は、
日南市の帯で、藩校新徳堂というね古びた、和風の、建物で、落語を行った、まあ、それも僕があのイベントを作って、実際僕は問題があって行かなかったんですけれど、で今回は宮崎の方で、子供落語のプレイベントをプチイベントを行いたいっては言ってましたけど、で僕が宮崎にいるから調整しようということで、調整をしたんですけど、この実行委員会との話し合いが具体的ではないんですね。なんか勢いで言った予算も全然確定されてないのに居酒屋で飲み屋でやろうというバカな発言をするなんとか長の長がつく人がパッて言ったんで、って居酒屋でやるの、居酒屋貸し切るの、予算はあるのっていうことで、安いなんかボロな和室の畳のある居酒屋はねえか、難しいリクエストを言うなって思ったんですね。実際宮崎に住んでいてね、土曜日の夕方忙しい時間帯に、子供を呼んで落語をやってっていうような余裕がある居酒屋ってないですよ、この自分。それを探してくれって探しましたけど断りますわね。ほとんど居酒屋が仕込みがあったり忙しいのに、午後の3時から5時くらいまでって一番忙しい時間帯にね、居酒屋を利用しない人間のために、塀を貸してくれるか、貸しません誰も。それで町市っていうのがあって、町市の街頭で、子供落語できないかということで、まあ、僕の方であれこれ調整して当たったんですけれど、その時にやっと金がねえって言い出したんですね。だったら初めから金がねえって呼ばれてるんだら言うなって、そういうことを。だから僕はもう電話で申し訳ありませんって、今回の件は申し訳ありませんって、何度俺が謝るのかっていうところでね、なんかごでこてんまってるんですね。なんか悪い言葉で言うと、なあなあ、なあなあになっている、同じ日向の仲間でやってるわけでしょ。田舎の実行委員会です、はっきり言って。本部長、実行委員長、事務局長という長が3人いるのに、誰が責任持って決めてるんですかと。落語ウォーカーというなんか新しいイベントを行うのに、それにプラスして宮崎でプレイイベントを行うって、どう考えても誰が考えても予算はないんですよ。それやれって言われたらね、難しいですよね。なんかね、中途半端なんですよ。会議も始まる時間がバラバラで、終わるのが長かかって、僕が帰るのが夜の10時11時になってくるんですけれど、なんか悪く言えば烏合の衆の集まりと思いますよ、誰がリーダーシップ取ってるの。でこの事業の予算は何万円あるから、何万円以内でできるように考えてくれと言えば、初めからできませんって言えたのに、予算の裏付けも何もない段階で、打診してもらえないか。そんなイベントの進め方って、どこにもないですよ。もう、すみませんって、謝るのがもう目に見えてる。おそらく経験上、あちこちのイベントやってきてましたんで、分かったんですけどね。ね、でも今回プレイベントも中止ってなったんですけど、その僕が一番初めに言った、駅前の公民館使えば6000円にできるよ、駅もあるから電車が使えるよ、6月の23日にやりたいということなんですが、なんでその日にこだわるの。6月の30日駅前公民館は取ってました、この日にやるだろうと思って。だから23日って言うから、駅前公民館にもすみませんっていうふうに謝ったんですけど、なん
だろうな。だからもう調整役として、もうそういうことはしない。めんどくさい。もう僕も実行委員会では撮影担当なんで、撮影ができればいいということで、もう今後の実行委員会は撮影に関する話し合いがなければ、一切出るのやめようと思ってます。まあ、雑用がかかるでね、大谷さんあれやってくれ、これやってくれ、メダキ入れるからこれやってくれって、もう察しませんと。来たければお前らが来いと。ね、休暇から足運んでこっちに来いと。僕も忙しいんでね。なんかそうしないともうやっていけないです。で今回の、避難された家族の皆さんには非常に悪いけれど、泣くことにしてもらおうと思います。僕が調整するっていう問題でもない。なんとか賞がつく人間が3人いても誰も来ないしね。宮崎に来て、でお手根さん、その避難された方々の代表の方と一回お会いしたい、お会いして趣旨を説明をして来ていただきたいというのが本筋ですよね。誰も来ない。飲み会には来るみたいで、 Facebook で俺来てるじゃんって、宮崎にいるじゃんって、なんで俺と会わないの、 なんで代表派と会わないの。飲み会には来るけれど、また自分の実行委員会の仕事では来ないっていう、なんかなっていうとこですね。うん。だからもう実行委員会、俺、一回辞めたんですよ。辞めた。辞めて、俺も来ねえよって言ったんだけど、大谷さん、尊敬ワンで来てくださいよって、まあ、なあなあなんですよ。アホかって。今度はっきりと、アホかって言わないといけないなと思った。14日にあるんですけれど、15日が裁判が入ってるんでいけないんだけど、28日は、もう言います、みんな前で。アホかって。ほんと、アホしかいませんからね。だからもう言わないといけないと思います。で、実行委員が何人いるのっていう人数がわからないんですよ。Facebook で結構、なんとかさんが、グループに入りました。入りましたって言うけど、誰この人って、一回も実行委員会に来てねえよね、顔見てないよねって、何でそういった連中がこのグループに入ってるの、誰これっていうのが多いんだけれど、一体何人実行委員っているんでしょうね。それも僕分かりません。ね。これはいわゆる批判ではなく、変えてほしいんですよ。きちんと。リーダーを中心に、誰が決定権を持っていて、誰が予算権を持っていて、このイベントに関しては、このぐらいの予算があるので、その予算に従って、あ、固まった。ちょっと待ってください。あれ？ちょっと映像が。あれ？うん。なんか誰が決定権があるのか、誰がきちんと予算組みをやって、各イベントに対して、どのくらいの予算があるっていう。あ、待って。あ、すいません。なんか、小難しい話をすると、コンピューターがダウンすると、ネットがダウンするという症状が起きてるんですけど、お前そんなこと言うなよっていうふうにして、インターネットが反応してるのかな。それはないと思うんだけど、うん、そこなんですね。実行委員会なんだから、ね。仕事が終わった後のサークルの集まりではない。ね。しっかりとかんとわけわからない。でも何が決まってるのか、決まってないのかもわかりませんよ。僕が実行委員会に要望した、ビデオカメラ関係の機材もきちっと予算化して、できれば実行委員会の予算執行者の方で機材を確保しておいてほしいって言った要望っていうのは、果たして通ってるのかな。また僕の方で安いとこを探して、なるべく安い値料金で
値切られて、本当はね、2万か3万かかったんですけど、去年のやつは9000円で終わらせました。というか、9000円で、なるべく安くでやってくれって言われたんで、9000円にしたんですけれど、んなことはねえよな、と。だから初めからビデオカメラ2台分のレンタルの予算とかね、それを組んであるのかって予算書を見ても、組んでない。え、また僕が手配をして、で、料金のすべてをもらえないのかな。生産払いであげるって、ふうに聞いてますけれど、なことねえよなって、一応今回実行委員で動いてるわけだから、必要な機材なんかも、すべて予算に組まれているんだろうなとは思ってるんですけど、その話も一切も聞いてない。で、延岡の、ケーブルテレビを呼んで、呼べばいいんじゃないかっていうような話も出たけれど、その何もその後、何もない。で、ビデオカメラ、A 会場、B 会場あるんで、僕一人であちこち2会場動いたので、もう足が痛い、腰が痛いで大変だったんですけど、ビデオ撮影スタッフどうなってるのかも何も聞いてない。なんか部会で話し合ったことが全体の中で意思統一されてない。もうなあなあで終わってるということなんで、一応 Facebook の方にこの案件どうなってますかっていうようなこと出してますんでね、それをしっかりクリアしてもらわないと、今回自分で手出しでね、やることはしません。ね、なんと手配をするように、これは実行委員会として動いているわけであって、個人でやってるわけではないんでね、そうすると履き違えないで、なんかなるべく安くでお願いしますよ、大谷さんって。足元売られてるんですけれど、だったらね、プロというか、ボケがなくて、ちょっと大きい、しっかりした会社の機材で、カメラマンも全部派遣をしてやればいいんですよ。そのあたりだと予算組確認をしないといけないんじゃないかなと思います。頑張ってください。ということで、まあ、こんなこと言うと、また大谷はうつ病が治ってないなって思うアンポンタンがいるかと思いますけど、これはうつ病だから言えるっていう問題じゃないですよね。うん、悪いことは悪い、いいことはいい、改善してほしいということをどこの場で言ったっていいわけでしょ。名前言ってないから、これ名前出して言えば個人攻撃になるけど、名前出てませんし、一般論で言ってるわけであって、腸がつく人間は腸がつく仕事をちゃんとやってくれという要望なんですからね。まあ、それはもう実際28日面と向かって言います。変わらなければね。もう去年はね、僕は一回も実行委員会行ってないんですよ。行ったのは当日だけ。もう分かってますもん、なあ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 って覚えてるっていうの。これも7月以降直前の実行委員会、もう行くのやめようかな。こっちの方言に言うと、ひんだりーな、ルダキーな、いうことになるんでね。そうならないように頑張ってほしいですね。はい、ということで、まああまり、その団体のことを悪く言うと、なんだこいつ、お前も実行委員だろうが、って言われるんで、もう言いませんけど、まあ、悪い。から悪いってじゃなくて、悪いから良くしていこう。まあ、今回行われたら新しい改善にしても、良くしていければいいと思うんだけれど、何のための会議なのかっていうのが見えてこない。自分にできる支援というのは何かっていうのと、なんか震災がれき、本当は震災がれきの受け入れ反対ということで動いていた連中が、なんか蓋を開けると、違ったことやってるよねっていうふうに思っているんですけれど、まあ、それはそれでも主催者側の判断だから特に問題ないと思うんですけれど、まあいいでしょう。わかりません。で、人の気持ちを踏みにじるようなことはするなということ、なんで俺だけ発言を遮るのっ
ということに関しては一切説明がないから、それはあの場でですよ、みんながいる中で、大谷さん、もういいって言われたらどんな気もしますか？また、Facebook でも一応変えたんでね、釈明というか、お話を聞かないといけないかなと思ってますけど、なんかもちょっと、広い心で、というか、もっとアバウトな運営でいいと思うんだけれど、なんだろうな、わからないな。だから僕は一匹狼で動いた方が楽だなということで、まあ、一人で街頭署名活動を行っているわけなんですがね。だからもう、あげない。バスタオルも。なんもしない。だって困ってるわけじゃないもん。支援してくれどうのこうのって言うけれど、本当に困ってるんだったら、困ってるっていうサインが出てくるわけであって、農産物に関しても、どうなんでしょうかねって。まあ、ビジネス的に言えば、まあ、美味しい話で、その儲けは出てくるけれど、まあ、それは社会貢献活動の一環として、まあ、商売抜きでやっていくんであればね、そんなに売り上げも上がらないんだろうなって気がしますしね。話聞くと、なんか農作業、農産物の方に話がバッと言ってるから、誰のための支援を行うんですか？で、ある方も子供のことを取り上げていたんで、あったら子供だったら子供ラップの話ができるなと思ったんだけど、なんか違うみたいですね。そして、社会側がどんな意図でどんなことをやっていきたいのかっていうことがまたいまいち見えてこなかったっていうところが悲しいな。でした。またあまり、いらんこと言うと、ある方が、またこいつは、その団体に関して、疎外感を感じている、みたいな、自分独自の分析をされますんで、疎外感から言ってるわけでも何でもない。おかしいからおかしいと言ってると、疎外感とか、被害妄想とか、そんな言葉に置き換えるっていうこと自体が、僕は、非常にナンセンスだなと思っております。はい、ということでね、秘密兵器を紹介しましょうか。ちょっと待ってください。はい。明日からの、街頭署名活動の秘密兵器を準備しました。これ、じゃーん。CD プレイヤー、CD ラジオっていうのかな。2980円で今日買ってきました。前あったんですけど、CD プレイヤーのところが、壊れちゃったんで、これ新しく買ったんですけど、これ何するかというと、もうね、地声でやると、喉が痛い、もう街頭で、駅前商店街、ミニボートピア、誘致問題、署名か、反対署名活動、ご協力、よろしくお願いしますっていうようなことを何回も何回も言うわけなんだけれど、本当はね、どういった趣旨で、反対活動を行っているのかっていうこともきちんと伝えないといけないんですよね。それを言うと、もう、ビラを配ることもできないし、署名活動を行うこともできない。その趣旨を説明するだけで終わってしまうんですね。で、実際この CD に何を入れ込んだかというと、聞いてもらえますか？はい、すいませんね。
電源コードが遠くになったんで、実際どんなことを吹き込んだのかということを聞いてください。ちょっとこれも使い方、あまり分かってないんだけど、はい、聞こえるかな。ご通行中の市民の皆さん、今駅前商店街アミーロード内に場外船券売り場ミニボートピア誘致する動きがあり、あれ止まった。13日の、ちょ待って駅前、なんかおかしいですね。安物の CD プレイヤーは音が飛ぶのかな。もう一回。そうだな。あれ？はい。ご通行中の市民の皆さん、今駅前商店街アミーロード内に場外船券売り場ミニボートピア止まった。5月13日の駅前地区七月会の臨時総会で圧倒的多数で誘致賛成となりました。この七会の臨時総会は会員総数189人に対して出席者はわずか26人、会長1人の委任状が111人分もあるという中、委任状の9割が賛成で処理され、圧倒的に誘致賛成という事態に。これまでに地元での説明会開催が2回も開催されたにもかかわらず、参加者はいずれの会も20人未満。駅前地区には約1000世帯ありますが、自治会の会員は189人しかありません。ミニボートピアを誘致する説明会は十分とは言えず、すべての住民へ情報を開示することなく、一部の自治会員で決めようとすることに大きな問題があります。皆さん、ミニボートピア誘致問題は駅前地区だけの問題ではありません。宮崎駅は宮崎の陸の玄関口、多くの市民の皆さんが利用している場所に、果たして公営ギャンブルであるミニボートピアが必要でしょうか。もちろんノーです。宮崎市40万人を超える市民がいる中、たった200人足らずの議決でこのような大事なことが決まってしまうことに対して大いに危惧いたします。私たちは駅前地区の地元民ではありませんが、この問題の早急する動きに対してノーの声を上げ、県外資本に頼ることなく、自分たちでできる町づくりについてどんどん声を上げようではありませんか。現在、駅前商店街振興組合はこのミニボートピア誘致反対を表明しております。皆様からいただきましたご署名は請願書を添えて市議会へ提出します。署名へご協力をよろしくお願いします。根崎駅前ミニボートピア誘致問題を考える市民の会、はい、ということなんだけど、なんか、CD プレイヤーが安物なんで音が飛んでますね。さっきはね、綺麗に再生されたんですけど、やはり2980円という安物はダメなのかな。あと買い物失敗したかな。あとで、音声の確
認をしないといけないかなというふうに思います。あ、マロンさん、こんばんは。はい、話を、遮られたのはですね、何でしょう。僕にもわからないんですよ。話が長かったわけではなく、なんだろう。メディアとして話をしたからまずかったのかなというところなのかなっていうところ。話が長ければ長いんであったら、他の方も結構話長かったんでね、切ればいいんですよ。なんで僕だけっていうところを考えると、他にも報道関係考えた中で、僕が、市民メディアをやっておりますと言ったことがいけなかったのかな。理由は全くわかりません。ね。初めから、大谷さん、市民メディアだから発言できないよって言えばいいわけですわ。うん。それを前もって事前に聞いた話では、大谷さんの思いをお話しできませんか?言われたわけだから。あ、メディアじゃなくて、一個人として参加していいんだなと思って参加したら、もう話やめて、みたいな感じで言われて、なんだろうって、長いから、この付近でやめてもらえませんか?だったのか。なんでメディアが話をするんですか?ということで、切ったのか。わからない。わからない。それはね。もう Facebook でちょっと抗議したんで、どうなのかっていうご回答が来るのかなと思って、スマートフォンで Facebook 見てますけど、実際、主催者側からの回答がないので、まあいいか。放っておこうと思っておるところでございます。だからね、いろんな方の思いを伝えたいということで会に参加しているのに、なんで途中で話を遮るのかって、だったら行かない方がよかったなってなるんですよね。だからいろんな方、いろんな話が聞けるということで行ってみたいと言ったんですけど、僕だけもういい話はって言われたら、いくら良いことを話し合っても、なんかなっていう気持ちになってしまいますよね、普通。これ僕、うつ病だから、ね、あ、元うつ病患者だから、お話を終えてやめてって言われたのかな。まあ、その主催者も、僕がうつ病である、うつ病であったことを、Facebook で知ってますんでね、はあ、それがあるのかな。あ、今日はですね、何の会かというと、東日本大震災、その後の福島第一原発事故から宮崎に避難してきた方々と地元宮崎県民の間で何か支援をすることができませんかというマッチングの第一回目の会議だったんですね。だけど、避難されてきた方々の様子を見ると、物資面では特に支援なんか必要ないなと思ったんですけど、僕が思った、今、これは必要だなと思ったのが、お子さんを預かるところ、これはあった方がいいんじゃないの?今、普通の市民県民でも待機児童とかね、基準があったりして、なかなか子供を預けることができない、自分の生活、仕事の兼ね合いで預けることができないという方が多い中、そのさらに避難してきた方々もいらっしゃるわけであって、また、託児所みたいな、何時間でもいいから子供を預かる場所、これは必要だなと思いました。で、そんで、どっかの保育所とか、幼稚園とか、保育園がね、そういった定員の枠を増やして、受け入れをするとか、あと、まあ、別個に新しく、保育園、幼稚園を作るとかね、そういったことはできるなと思ったんですよ。あとは、ご家族バラバラで、生活しているご主人が東京でお仕事を、子供と奥さんが、避難されているっていう家族も多いわけで、心の安定、ですね、不安な心
ていうのがあると思うんですよ。その心をね、なんか安定させるための、まあ、何度もいいコミュニケーションを取るとかね、まあ、いろんな、笑いの娯楽のものに参加するとか、あの心が、まあ、ホッとするような取り組み、活動、そういったものが必要なのかな。またこれ、心療内科の先生方がね、ボランティアでカウンセラー、カウンセリングを行うとか、まあ、いろんな支援の方法はあると思うんですね。まあ、今日の話の中で、まあ、一番多かったのが、食、食べ物、南九州産の野菜は安心して食べることができます、買えますっていうことなんで、結構農産物関係の話に行ったんですが、子供さんへの支援という、あ、画像消えた。すいません。子供さんの支援ということで、もっとできることないのかな、ということなんですよね。いや、意図しないことを発言はしてないです。自分ができる支援のことを、3点4点話をしたんですよ。あとは話が長かったのか、やはりメディアとしてなんであんたが話をするのということだろうとか、そこしかないんで予想で考えてはいるんで分かりませんけどね、こればかり。まあいいです。まあ僕はそういった星回りの人間だというふうに割り切ればね、まあ、それはそれで、まあいいかと。次から参加しなければいいんだ、ということ。だから自分をね、必要としているところに、これから参加しようかなと。自分がいてもいなくても、いいんであれば、行く意味がないからね。行く意味がなければ、発言する意味も、意義も、見えてこないわけであって。なんかね、そのあたり難しい。そう、時間と思いますよ。時間と思ったら他の方も結構長く話してましたんでね、なんで他の方も話長いのに、切らないのっていうこともありましたよ。市議会議員とかなんかわけのわからんことを言ってましたわ。震災瓦礫の話は今日はテーマじゃないのにと思ったんですけど、うん、時間かな。まあいいです。はい。ということでございました。明日は、明日の夜の4号品後の夜は、駅前商店街振興組合主催のミニボートピアの説明会のお話をしようかなと思ってるんですけど、動画編集をやってる可能性もありますんでね、そのお話ができないかもしれません。動画編集で。動画編集はすぐ終わればね、明日も、はい、10時30分からお話をしたいと思います。なんか、自分の周りの話ばっかりしていて申し訳ないんですけど、また明日はね、ミニボートピアの話を説明会で、どういったデメリット、メリットがあるのか、どういった、ビルを建てるのか、中には何が入るのかということが多分明日分かりますんで、僕も明日勉強してこようかなというふうに思います。はい、そうですね、もう先生は放っておきましょう。はい、わかりました。それじゃあですね、今日も結構あれこれ話をしましたね。もう早く終わろうかなと思ったんですけど、49分、もう50分ぐらい話になりますが、はい。また愚痴になっちゃうんで、もうこの付近でやむにします。はい。ということで、今夜の4語頻語な夜、第463回、この付近で放送を終わりにします。また明日もね、午後10時30分から放送しますので、お時間がございましたらご視聴よろしくお願いします。マロンさん、ご視聴ありがとうございました。
失礼します。